ハがガミネイ気象レーダー観測所。写真左側の門は、米軍施設への出入り口元校舎法大一部を使用した展望台ハが峰は、広島県呉市の市街地北部にある独立峰である。呉市の中で野郎山に次ぐ高い山で、標高は七百三十七メートルである。江戸時代後期の慶応三年に発行された看板実測日本地図では、 ハエガ・ミネではなく、ハエガ・ミネと記載されている。第二次世界大戦中は、軍港のクレを空襲から守るための海軍の降車砲施設があり、一般人は立ち入り禁止であった。頂上の展望台は、元降車砲台の基部が使われている。また、現在、気象庁の無人速攻所のある平坦部は、終戦後すぐは、新中軍のレーダー基地であった。山頂には、 直径6.7メートル白いドーム型の気象レーダー、広島地方気象台灰が、峰気象レーダー観測所や展望台と駐車場がある。展望台から、呉の市街地までは全面を遮るものがない急斜面の崖であり、呉市街地や瀬戸内海の島々が一望できる。前述のように周りにこの灰が峰より高い山がない、独立峰なのでほぼ360度の視界がある。 広島県有数の夜景スポットでもあり、夜景百選に選ばれている。市街地の夜景の大きな光の部分が、ひらがなの暮れに見えると言われている。また初日の出のスポットとしても有名であるが、頂上の駐車場は6台分のみなので非常に混雑する。クレッシュ出身のブルーム・オブ・ユースのシングル、線路沿いの恋に、灰が、ミネの夜景に関する歌詞が見られるほか、 呉市在住の漫画原作者の田島隆の作品、カバチタレ、などにも灰が、峰からの景色が描かれている。JR 呉駅前から、広電バスの熊の団地、縄城下城駅に乗車、柳葉様映画峰登山口下車。ありがとうございます。